ジュメーラ全景、ジュメーラはアラブ首長国連邦ドバイの浜辺に沿った居住地域である。低層から高層の商社のビーラが立ち並び多様な建築様式の家屋が見られる。この地域にはアラブ首長国連邦で働く西洋人がたくさん居住している。またドバイを訪問する観光客たちには高級ホテルやビーチでよく知られた地域でもある。 歴史的にジュメーラ地域に住んだアラブ人は漁師、真珠採取のダイバー、商人たちだった。1960年代以後、ドバイの外国人居住地域となったが、1995年以後、この地域でも住宅が多く開発され、ドバイで最上流層たちが住む地域との評価を受けている。ジュメーラという名前がブランドとなり、高価、高級のイメージを出すのに使われている。 ドバイ王家では彼らの上級ホテルチェーンに、ジュメーラという名付けた。ドバイで有名なモスクである、ジュメーラモスクもこの地域にある。超高級ホテルのブルジュアルアラブをはじめ、ジュメーラビーチホテルや、マディナジュメーラなどの高級ホテルが連なる。マディナジュメーラは、ハイセンスなショッピングモール、3つの5つ星ホテル、ビラなどを含む、アラブ式接待場と言える。ドバイマリーナ、 パームアイランドなど、再開発地にジュメイラの一部富裕層は移住したりもしているが、ジュメイラ地域は未だドバイで一番富裕で、排他的な地域である。ありがとうございます。